ルリコーインは、京都市左京区城高野にある寺院。岐阜市に本坊を置く、浄土新州無料寺山公明寺の寺院で、本尊は、阿弥陀如来。もともと別荘として造営されたもので、1万2000坪の敷地にすき家造りの建物と、日本庭園を有する。通常は、非公開だが、春と秋に公開している。書院2階の机の天板に、 庭の楓が映り込む光景で知られている。ルリコインの紅葉。二階書院にある社教机に映る紅葉を見に、秋の特別配管の時期には多くの観光客が訪れる。もともとこの土地は、明治から大正期の実業家で政治家としても活躍した田中玄太郎が所有していた。田中が当地に構えたように三条耳がキッツルテイという命名を行った。 田中の死後、この土地は、京都伝統重役の個人別荘となった。現在見られる建物と庭園は、大正末期から昭和にかけて造営されたものである。ス屋造作りの建物は、中村外次が手掛け、自然を借景とした庭園は、佐野東江門一等によるものとされる。京都伝統は、現在の永山電鉄永山本線や、永山ケーブルを開設し、これらの鉄道、 起動事業は1942年設立の京福電気鉄道に引き継がれた。別荘も京福電気鉄道の所有となり、高級料理旅館、キッツルテイとして営業していた。料理旅館が廃業することとなり、光明寺が買収。本堂を設置し、光明寺より寺報を移して、2005年に寺院に改められた。キッツルテイの名は茶室に受け継がれている。 痩せ地区の入り口に近い河野川左岸、痩せ比叡山口駅から見て対岸に位置する。ウェブサイトでは、痩せ瑠璃公園などの表記が用いられているが、住所の上では上、高野地区に属する。ありがとうございます。